はい、どうも、ウズです。2020年8月下旬発売予定のパナソニックの Vlog カメラ、G100 を、先駆けてちょっと使わせていただいているので、今回はその使った感想、まだ1週間ほどなんですけどね、使わせていただいた感想というのをお話したいと思います。ただ私の手元に来ている G100 は、ベータ機ということですので、あの画質の評価や、あとは多機種と比べてどうのっていうのはちょっと微妙なところになりますので、あくまで、外観とこの製品の特徴、そして使用感、その部分に関してお話をさせていただきたいと思います。まあ、特にいつものことなんですが、メーカーから借りてるからといって、忖度をするような、悪いところを言わない動画というのはやりませんので、最後の方にはちょっと気になった点もしっかり述べさせていただきたいと思います。まずこちらのルミックス G100 に関しては、見たままなんですが、どんなコンセプトのカメラか、もうパッケージ見るとすぐわかりますね。はい、グリップをつけて、バリアングルモニターを回転させ、そして自分を映す、まあ、ちょっとここ最近ねカメラ界隈の中では、ちょっとキーワードとしてね2020年は、Vlog 撮り用のカメラというような感じなんですが、そういったタイプのカメラになっております。ではまずカメラを見てみましょう。カメラ本体を、トップ部分はこの出っ張りがあるんですが、これはね368万ドットだったかな、高精細の EVF をつけているので、ちょっと出っ張りがあるんですが、全体的にはフラットな設計の形をしたボディとなっております。で、全体を見てみてもちょっとわかると思うんですが、非常に操作系はシンプルになってます。ただシンプルなんですけれども、しっかり前ダイヤルと背面ダイヤルを使った操作ができますので、マニュアル撮影もしっかりこなしやすい作りにはなっております。まあ、あとはですね、今グリップつけてしまってるんですけど、ちょっとグリップ外しますね。この三脚穴なんですけれども、この三脚穴が、センサーの中央ですね、部分と合わせて背面ディスプレイの中心部分に穴が、三脚穴が来てるというのは非常に好感が持てるモデルになってます。このあたりはね、カメラによって結構この三脚穴がね、ずれてしまってるカメラもあって、まあ、気にしなければいいっていう話でもあるんですが、このあたりね、すべて後軸を中心で捉えないとって思われる方も多いのも現実なので、このあたりはパナソニック結構気を使って作られるんですよね、いつも。はい、あとは液晶モニターに映るそのユーザーインターフェース、操作部分なんですが、ここに関しては従来のルミックスと変わらない作りになっているので、慣れてる方はそのまま操作ができる分かりやすい仕様になっていて、初めての方でも比較的設定を変えやすいものになっています。そしてこちらの G100 に関してはマイクが複数搭載されていて、このマイクのシステムがすごく面白い作りになっています。このマイクに関しては、ノキア製の OZ オーディオって言い方で合ってるのかな？ごめんなさい、読み方ちょっと正確じゃないかもしれないんですけど、その面白いオーディオシステムを採用していて、まあ、基本はオート設定でいいんですが、全体を、周囲全体の音を取り込むモードだったり、フロント、あとはナレーションモードって言って手前のね、声を取り入れるっていうモードがあるので、それぞれがどんな感じで働くのかっていうのもちょっと検証してみたいと思います。じゃあまず最初に、フロントモードに今設定しているので、そのまま撮影してみます。はい。では、これがフロントモードで撮影している私の音声になります。前面からの声を強く入れるようになっているので、声が大きめに入っているとは思うんですが、じゃあこれをこのままフロントモードのままカメラを反転させてみたいと思います。はい。今ここからの音声はフロントモードにしたまま、後ろから声を入れている状態になります。いかがでしょうか？どんな感じで聞こえてるかな？で、この後はちょっとナレーションモード、後ろから取り入れるマイクですね、そちらに変換してみたいと思います。はい、今こちらがナレーションモードにした音声になってます。ナレーションモードにして後ろから声をかけている。で、このモードをちょっとこのままカメラをこっち向きにまた回転させて、フロントから入れるとナレーションモードだとどんな感じになるか。はい、ナレーションモードを前から撮ってる形になります。これはどんな感じでしょうか。このあたりがね、マイクの方がまあ見た方のね判断でどんな感じで聞こえるのかっていうのをちょっと知りたいっていうところも私自身であります。まあ、あとはトラッキングモードといって、その顔認識ですね、顔瞳認識に合わせてくれて、声の入る方向を判別してくれる、よく拾ってくれるっていうトラッキングというモードもありますので、その辺はどうなんだろうね、複数人いたりするとちょっと違いが出てくるかもしれませんが、このあたりちょっと微妙なこうニュアンスの差になってくるのかな、どうなんだろう、結構効果あるんですかね。部屋の中じゃなくて外とかだとね、ちょっと効果が出そうですね、トラッキングモード。はい、あと音声だけじゃなくて G100 を使っていて私面白いなと思ったのが、動画セルフタイマーって機能なんです。これね、他のカメラもみんな積んでほしいと思えるぐらい私はちょっと気に入りまして、録画ボタンをちょっと押してみますね。はい、これカウンターが出てきたの分かります？はい、
で、セルフタイマーが動いてくれて、それで録画の方を開始してくれるんですが、まあ、要はこういうカメラって録画ボタンを押した時って結構ね、撮影される側もしくは撮影するものの準備ができてないことが多いので、特に一人でやってるとね、特にあるんですけど、 Vlog カメラとしてはこのセルフタイマーを利用した動画撮影すごく便利だったんですよ。先日足利のフラワーパーク行った時に、ちょっと地面に置いて録画開始ボタンを押したら、初めてその時気づいたんですけど、セルフタイマーでね、ちょっと秒をカウントしてくれてからスタートするので、撮影した映像の出だしの部分に無駄がなくなるっていう、結構ね、地味に感じる能力なんですけど、すごく Vlog カメラとしては使い勝手が良かったです。もちろんセルフタイマーをね、使わないっていう選択もありますので。で、G100 は手ブレ補正に関しては、カメラ本体に5軸の電子手ブレ補正を搭載してます。それとレンズの2軸手ブレ補正を合わせる形で手ブレ補正を全体的に行ってくれるんですが、ちょっとそこに関しては、歩き撮りをしてみた映像をちょっと差し込みますので、見ていただいた方の感想で判断していただければと思います。私がね、特に、まあ他に比べてこうだったっていうのは特に言わないです。はい、今こちらが手ブレ補正をオフにして、完全にオフですね、歩いてる状態がこちらです。どんな感じかなブレてるだろうね。で、次これからちょっとまた設定変えてみます。はい、手で持ってる位置は変えずに録画してるんですけれども、これが手ブレ補正を標準にしたものです。標準補正、画角の違いなんかもね、ちょっと気にしていただけるとと思うんですけれども、手ブレ補正標準、はい、これが手ブレ補正を強にしたものですね。強くしたもの、私の顔のアップにもなりましたね画角がかなりね、厳しくなると思うんですけど、まあこれはもうほとんどどのカメラ使っても一緒ですからね。手ブレ補正を強めにすると、画角が一気に狭くなるという。はい、じゃあ次はどうしようかな。 4K での画角確認してみましょうか。はい、こちらが手ブレ補正オフにした 4K での撮影になります。おそらくフル HD より画角は狭くなると思います。はい、こちらが手ブレ補正を標準での画角、手ブレ補正具合、そしてもうちょっと顔が収まりきらなくなってきた感じのこちらが、4K 撮影での手ブレ補正強めです。顔のアップしか映んないじゃんね。まあしょうがないか。まあこんな感じです。はい、でこちらがですね、 FHD の手ブレ補正なしで撮ってる歩き撮りです。はい、こんな感じですね。片手持ちなのでかなりブレてるとは思うんですが、実質こんな感じです、ブレ具合が。じゃあこれを、どうしようかな、標準にしてみましょう。はい、これが同じ片手持ちの標準ですね。これぐらいで結構十分かもしれないですね。はい、片手持ち標準の手ブレ具合。はい、でこちらが、手ブレ補正を強にした状態ですね。自撮りでないのならこっちの方が撮りやすいかもしれませんね。どうだろう、結構軽減できてるのかな。縦ブレはね、仕方ないかもしれないですけどね。坂道歩いてるからね、ガタガタね。まあ、ちょっとこう横に振ってみましょうか。これ手ブレ補正なしのパターンです。まあ、横振り、パンに関しては、まあ、あんまり手ブレ補正関係ないかな。はい。で、こちらが手ブレ補正強でのパンになります。はい、こんな感じ。はい、歩き撮りをした映像は今みたいな形になっていたんですが、実際私が現在ね、自分で使っているカメラ、パナソニックの GH5 は光学手ブレ補正とレンズの手ブレ補正を掛け合わせたデュアル IS2 というものを搭載している、ちょっとね、手ブレ補正にすごい強いカメラなんですが、それとはちょっとやはり変わってくるところはあると思います。まあ、この辺はコストの面とかね、そういうのが入ってきますから。ただ録画してる時にこれ助かるなって思ったのが、はい、やっぱりこの赤いフレームですね。録画中はこの赤いフレームが出てくれるので、今記録中なんだなっていうのがすごくわかりやすいです。はい、止めると赤フレーム消えます。これに関してはね、私いつも使っているこのパナソニック GH5 は録画中に画面のね、角の方に赤い点が点滅しててくれるんですけど、撮影中わかんないんですよ、結構気づかない。なので何度もですけど、過去に4年間のうちに何度も録画してなくてひたすら喋り続けていた時があります。これね、後で確認するとすごくショックなんですよね。10分ぐらい喋り続けて、画像をねチェックすると、あ、撮れてないじゃんってなって、でしかもそれが切りながら撮影してる間だと、もうね、どうしようもないぐらいテンション下がります。なのでこの赤フレームで一目でわかる録画中表示、すごく便利です。これもね、これもちょっと
今後のパナソニックさんには入れてほしい、ずっと。あとは面白いなと思ったのは、このモードダイヤルのところに S&Q っていうモードがあるんですけど、これはスローモーション、あとはクイックモーション撮影を行うときに、もうダイヤル回すだけでその設定が行えるっていう簡易モードになってるんですね。ここの部分が従来のパナソニックのカメラだと、カスタムでね、カスタムダイヤルに自分で設定して合わせなきゃいけなかったりとか、ちょっとひと手間あったんですが、それがこの Vlog カメラ、最初から設定に入ってるっていうのは、これもちょっと面白い機能ですね。ちょっとカメラのコンセプトに合わせたダイヤルモードです。あとは操作面だとカスタムボタンも数多くあるんですが、こちら液晶内のファンクションも合わせると、合計で9個のカスタムを用意することができるので、ファンクションですね。ファンクション用意することができるので、そのあたりもこだわって使いたい方、便利に使えると思います。で、こちらの G100 に関しては、オートフォーカスも顔認識、瞳認識、すごく精度が高く、そして素早く行えますし、音声にもこだわった作りを行ってくれているので、本当にうまくまとめられているカメラだなという印象です。まあ、ただね、そうは言っても、私がちょっとこの短い期間で使った中で気になった点、少しだけ。一つはこのグリップなんですけれども、グリップにロックボタンというかロックができないんですよ。そうするとどうなるかというと、外出先でこの間このカメラを試させてもらっている時に、ありますよね、この録画ボタン、シャッターボタン、これを不意に触ってしまって録画が勝手にスタートするということが、結構ありました。3回ぐらい間違えてボタンを押しました。まあ一応ね、この脇にスリープボタンがついてるので、これを押せばカメラはスリープできるんですが、まあそういうことではなくて、ロックボタンをね、効かせなくするロックのレバーがあるとちょっと嬉しかったかなっていうのは正直なところあります。まあそれと、これはバッテリーのことを考えての配慮だと思うんですが、 G100 に関してはこのグリップは電子系の操作を有線ケーブルをつないで行うことになってます。この辺がスマートという言い方はちょっとね、似合わないカメラになるので、ケーブルがね、特別邪魔になることはなかったんですが、今までのところね。ですが、やっぱりちょっとこれワイヤレスでもいいんじゃないかなっていう気はしました。ここはでもさっき言ったようにバッテリーの面とね、考えて、まあ、どっちを取るかっていう選択になると思うんですけれども、はい、このあたりはちょっと勝手なね、私個人のね話です。はい、あとは携帯性の面です。このカメラ、まあ、コンパクトなカメラと言っていいと思います、レンズ交換式のカメラとしては。ただファインダーがついてます。なので、まあ、ポケットに入れて持ってくっていうのはもちろんちょっとやりにくいカメラですから、まあ、基本的にはカメラバッグに入れておくか、手持ちで常に持っておくか、それか首のストラップですね。まあ、ストラップ付きのカメラを Vlog カメラとして使うのはちょっと微妙な気が個人的にはするんですけれども、ちょっと持ち運びに対してはやや中途半端感は出ます。加えてレンズ交換式のカメラというちょっとデメリット的なところになるんですが、レンズの部分が基本的にはキャップ必要になります。レンズを守るために、このキャップがやっぱり邪魔だなっていう感想は持ちました。まあでもそうは言っても、私この GH5 大きい一眼カメラで Vlog 動画っていうのも何年もね撮ってましたので、そういう意味ではまあそんな気にすることはないんじゃないかっていうところでもありますので、まあ、キャップさえなくさなければいい話かなと思います。まあでもこのファインダー部分に関しては取り外し式で、別売りでね、別売りにもしていいから、後付けのねファインダーにしてもよかったんじゃないかなってちょっと思うところもありました。そうすればね、フラット型のコンパクトなね、よりコンパクトなカメラになりましたので、はい、といったような形でちょっと今回は動画で使ってみた感想をメインで話しましたが、スチル撮影用のカメラとしても全然問題ないカメラだと思いました。というのも、まあ、そもそもがマイクロフォーサーズシステムで、レンズも従来のパナソニックやオリンパスのレンズが使えるのはもちろんなんですが、オートフォーカスの精度も悪くないですし、パナソニックがよく利用されている 4K フォトやフォーカスセレクトなどの機能も備えてますので、スチル撮影としても、十分満足がいく面白い撮影がたくさんできます。あ、そうだ、シャッター音を聞きたいって方がいらっしゃったんで、ちょっとシャッター音をね、やっていきましょう。はい、こんな感じでございます。で、今回 G100 を使ってみて感想をまとめますと、まあ、パナソニックって映像も写真も、まあ、どっちもねイケてるカメラ、GH シリーズというのがあるんですが、その GH シリーズの高機能な部分を綺麗にそぎ落として、まあ、必要な部分だよね、必要な部分はしっかり残して、
ちょっと高度なところは削り落として、より撮影がしやすく使いやすい仕様になっているという印象でした。まあ、なので私のように映像作品を撮るっていうことをしないような人にとっては、十分にメインカメラとしてビデオブログ用カメラとして使えるカメラだということは分かりました。まあ、なんですけど 4K の 60p 撮影ができないところとか、あとは動画形式が MP4 の H264 だけとなっているところなど割り切ったところもありますので、その辺はちょっとねビデオブログやられる方でもおしゃれな動画撮られる方いますので、ちょっとより深くやりたいって方はまた別のグレードが必要になってくるっていうことにもなります。まあ、でもその分、この1台で写真も動画も程よくこなしたいっていう方には適正なモデルになってると思いますので、価格の面も含めてすごくおすすめしやすいカメラになってます。まあ、今はねいくらねこうスマホがね写真も動画もしっかり撮れるって言われていても、やっぱりカメラで撮影するっていうのはちょっとモチベーション的にね変わるところがありますので、ちょっと撮影を楽しみたいなっていう方がいらっしゃったら、ぜひぜひ使っていただきたいなと思います。今回の私の話の今回の私の話で、このパナソニックのルミックス G100、興味持たれた方がいましたら、公式サイト下にねリンク貼っておきますので、そちらで見ていただいたり、あとはお店に行かれる機会がある方は店頭に飾ってあったらぜひ手に取って見てみていただけると嬉しいです。はい、今回の話はここまでにしたいと思います。今回の動画が面白かったと思っていただけた方はぜひ高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。まあ、ちょっと G100 に今パナソニックの 12-60mm レンズとあとはマイクつけてみたんですけど、こういうねこういう使い方するとちょっともうコンパクトさとはねまたかけ離れるかもしれないんですが、でもやっぱり少なくともちょっと大きいタイプのねフルサイズセンサー搭載モデルとか、あとは私が使ってる GH5 に比べればすごく軽く使えますので、まあ、これもこれでありなんじゃないかなと。あ、ありだよね、なかなかいいよね、悪くない悪くないよ、やっぱりやっぱいいよね。うん、やっぱりこのあたりは本体が軽くできているからその辺が活かせるんですね。だからレンズはできるだけ軽いものをつけた方がいいと思います。重たいレンズつけちゃうとねこの G100 の持ち味が活かせなくなっちゃうね。